そして若月、まあ、久々の、まあ、得点ということになりましたが、うん、1点を取りましたヒーローインタビューです。放送席そしてバファローズファンの皆さん、今日のヒーローは見事チームを勝利に導きましたバッテリー東明大輝投手、そして若月健也選手です。さあまずは東明投手、896日ぶりおよそ2年半ぶりの勝ち星です。おめでとうございます。ありがとうございます。さあここまで本当にいろいろな経験思いもあったと思うんですが、今日の一勝感慨深いものあるのではないでしょうか。そうですね、まあ勝ててよかったです、はい、今シーズン4試合目の登板、どんなテーマ思いでマウンドに上がりましたか。まあ、しっかりゲーム作ろうとは思ってたので、まあ、なんとか若月のリード信じて投げることができました。とりあえず良かったです。しっかり抑え続けたピッチング、ご自身内容を振り返っていただけますか。まあ、先頭バッター出さないようにしようとは思ってたので、まあ、なんとかそれができたのでとりあえずゼロにはなったかなとは思います。はい。まあ、先ほども若月選手のお名前も出たんですが、もう本当に今日は野手陣、東明投手の好投に本当に応えてくれたと思うんですが、見ていてどんな思いだったんでしょうか。すごいなと思いました。まあ、ここまでいろいろあった中で、こういったファンの皆さんの今日の声援、どのように聞こえていましたか。ファンの皆さんにも忘れられてるんじゃないかなとちょっと思ったんですけど、まあお久しぶりです。さあそのお帰りという声もある中、残り少ないシーズン、そして今後東明投手どんな姿戦いを見せてくれますか。最後まで自分のピッチングをしっかりしてまた勝てるように頑張りますので、また応援よろしくお願いします。おめでとうございました。東明投手でした。そして続いては若月選手です。素晴らしいバッティングでした。ありがとうございます。チームに欲しかった1点が入りました。あの打席どんな狙いだったんでしょうか。もうシャカリキコロンブスに行きました。さあ今シーズンの若月選手にとって初のスリーベースヒットではあったんですが、打球飛んでいくのどのようにご覧になっていましたか。走ってました。打球を見ていなかったと。もうそうですね、先の塁目指して走ってました。そして見事スリーベースヒットになりました。ベース立った瞬間どうでしたか、気持ちは。まあ、チームで得点が、できてなかったので、なんとか自分で打ってやろうという気持ちで行ったので本当に良かったです。さあベンチもファンの皆さんも同じ気持ちだったと思うんですが、全体の雰囲気を変えた素晴らしいバッテリーだったと、タイムリーだったと思うんですが、そのあたりどうですか、その後のチームの展開を見て。今本来打つべき人はやっぱ打つべき人が打ってくれたので、その着火剤になれてよかったです。東明投手リリーフ陣をうまくリードしてバットでも見せてくれました。残りのシーズンどんな戦いを見せてくれますか。もう最後まで一試合一試合必死に頑張っていきます。応援よろしくお願いします。そして最後になるんですが、ここ神戸では今シーズン最終試合となります。今日神戸に集まってくださいましたファンの皆さんに改めて最後にメッセージをチーム代表して若月選手お願いします。まだ京セラドームでは試合があるので、ぜひお越しください。お願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは東明投手そして若月健也選手でした。ありがとうございました。まあ、今日のヒーローは東明、今季の初勝利、まあ、2016年3月の30という、まあ、本当にこう長い、まあ、期間になってしまったんですが、そうですね。ね、でも本当にこう、まあ、忘れられない一勝になりますね。まあ、ほっとしたなという顔はしてますね。はい、まあ、改めて再スタートしたなというところですね。あ、そういうことですね。はい、
まあ、でも星野さんは大きな怪我って言ってやがります。大きな怪我はねあんまりないんです。ですよね、3週間ぐらいですね。あ、うん、まあ、外れたことがあるぐらいで、まあ、そこはラッキーでしたけどね、はい、でもやっぱりそういう期間っていうのは焦りももちろん出てくるし、でも早く治さなきゃいけないし、いろんなことが重なってきますよね。そうですね、そういう時はもう投げたくてしょうがないんですよね、逆にね。あ、はい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 、ローテーションきっちり守ってる時の方がね、うわ今日調子悪いから投げたくないなとか思うんですけど、一、はいはい、回外れるとね、うん、もうその投げたい気持ちを抑える方がやっぱり必死ですよね。ちょっとあのピッチャーによっていろいろあって、例えば自分が怪我の時はね、極力自分のチームの、あの試合は見ないというのは、ほら、あの活躍するピッチャーを見ると本当に焦っちゃうんでというね。あ、それはなかったですけどね。なるほど、はい、それはなかったんですけど、早くまあ直してちょっとマウント立ちたいなという感じはありましたけどね、で復活をしてマウンドに立って、ファンの声援があって、